20日 B リーグ1部第26節名古屋 DQ1 から103島根、ドルフィンズアリーナ。名古屋ダイヤモンドドルフィンズは島根との西地区直接対決で悔しい敗北を喫した。前半、島根にインサイドとアウトサイドの両方からバランスよく得点を許すも、シャープに斎藤選手のスリーピースシュート、 シャープ34スミス選手のゴールしたシュートで得点を重ねる一進一退の攻防を展開。後半、島根の激しいディフェンスを前にシュートを決めきれず点差を離されてしまうと、最後まで島根シャープ2ビュフォード選手、シャープ3アンド選手、シャープ 4K 選手を抑えられず、12点差でタイムアップした。選表、第19、名古屋 D25。 28島根。島根にゴール下からシュートを許すも、シャープ34ジョシュア・スミス選手、シャープ43スコット・エサトン選手のゴール下シュート、シャープに斎藤工選手のスリーピースシュートで得点を重ねる一進一退の攻防を展開。その後、島根シャープにペリン・ビュフォード選手に得点を許すも、シャープに斎藤選手。 シャープ10ティムソアレス選手のスリーピースシュートなどで応戦。シャープワンレイパークスジュニア選手のバスケットカウントなどで加点するも、島根にドライブから得点を許してしまい、3点ビハインドで第2球へ。第2球、名古屋 D24、20島根。シャープ43エサトン選手のブロックショットなど激しいディフェンスで失点を抑えると、 シャープ34スミス選手のゴール下シュート、シャープ12中等選手のスリーピースシュートなどで逆転する好スタートを切る。しかし、島根にインサイドとアウトサイドの両方から得点を許し、流れを引き寄せられない。その後、激しいディフェンスを観光し失点を抑えるも、島根のハードなディフェンスを前にテンポよく得点を重ねられない。 クォーター終盤、シャープに斉藤選手、シャープ1パークスジュニア選手が立て続けに3ピースシュートを沈めると、クォーター終了間際にシャープ34スミス選手がゴールしたシュートを沈め、1点リードで後半へ。第3球、名古屋 D23、32島根。シュートを決めきれない場面が続くと、島根シャープ3安藤聖選手にーピースシュート、 ドライブからの得点と連続得点を許す苦しいスタートを切る。シャープ43エサトン選手が得点を重ねていくも、島根シャープにビューフォード選手を中心とした攻撃を抑えられず点差を離されてしまう。しかし、シャープ60坂本聖賀選手を中心に速い攻撃を仕掛けると、シャープ14佐藤拓磨選手が連続でスリーピースシュートを沈めていく。 その後、シャープ14佐藤選手のゴール下シュート、シャープに斉藤選手のフリースローで得点を重ねるも8点ビハインドで最終9へ。第4球、名古屋 D19、23島根。島根の激しいディフェンスを前に得点を重ねられず、点差を離されてしまう重苦しいスタート。その後、シャープ14佐藤選手。 シャープに斉藤選手のスリーピースシュート、シャープに斉藤選手のスクープショットで立て続けに得点を重ねるも、島根シャープ3安藤選手に得点を許す一進一退の攻防を展開。スリーピースシュートを放っていくも決めきれず、島根シャープ3安藤選手にスリーピースシュートを許すなど流れを引き寄せられない。 最後まで島根のオフェンスを抑えられず12点差でタイムアップ。第3球で離された点差を追いつくことができず、西地区直接対決で悔しい敗北を喫した。ショーン・デニスヘッドコーチ試合後コメント。ペイントタッチが多く、トランジションでも相手を抑えられなかったことが今日の結果の要因と考えます。 ここからタフな試合が続くので今日の試合で出た課題を一日でも早く修正して次の試合に臨みたいと思います。シャープに斉藤匠選手試合後コメント。前半はかなり点数を取られてしまいましたが、ゲームプランの中でうまく守れていた部分もありそこまで悪くはなかったと感じています。後半はハーフタイムで話していたことが最初のオフェンスからできず、 そのまま相手にいい流れを与えてしまいました。これからシーズン終盤に向かっていく中で技術的な部分ではないところで、そのような形になることは本当に良くないことだと思います。自分たちは西地区2位で琉球さんとの差が近く優勝を狙えると思っているように、島根さんも同じだったと思います。自分自身もポイントガードとして、 もっとやれることもあったと思いますしチーム全員が危機感を持ち戦わなければいけないと思いました3月末から4月にかけてハードスケジュールが続くので今日の負けをしっかりと見つめ直し自分たちがすべきことを整理し次節に臨んでいきたいと思います